運転席の近くから炎が出ます。鈴木の彼方、こんにちは。自動車整備資格保持、 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は7月の6日に三菱ふそうさんのふそうエアロスターからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのは運転席近くにある電気配線の組み付け。車は多かれ少なかれ電気の力が必要になります。今は夏なのでエアコンを使う時なんかがいい例ですね。他にもガソリンを燃やすのには電気のスパークを使っているので、どんな車でも必ず電気を使っています。そうすると電気を流す配線が必要になるわけですが、今回問題の車では設計の時の検討内容、そして工場の組み立てる人への作業指示がまずく、電気配線が車の角になっている部分に擦れてしまうとのこと。そうすると電気配線を保護しているゴムのカバーが切れてしまい、周りの金属部品との間でバチンとスパークを起こします。最後にはスパークで火花が発生、周りの部品を燃やし車両火災になってしまうかもしれないので、今回のリコールになっています。改善内容は擦れないようスポンジを入れ込み、配線が破けていたらこちらも交換ですね。対象車種は三菱ふそうさんのエアロエース、そして OEM で UD トラックスさんから委託販売されたスペースランナーエース。1998年2月17日から2015年2月16日までに製造された1051台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。対象になっているのはバスです。乗っている人の命にも関わるので必ず修理に出してくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は松田さんのサービスキャンペーンについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。